マッチングアプリでマッチングした人になんてメッセージ送ろうかな。定型文使っちゃおうかな。バカ野郎怖い定型文使うやつはバカはいはい、どうもモテキを作れるアロンです。はい、妖精のユリです。超びっくりしました。そうね、バカ野郎マッチングアプリとかでマッチングした人とか、例えばね、皆さん友達に紹介されて出会った人に最初の LINE を送るとかっていうシチュエーション、とりあえず初めての LINE だったり初めてのメッセージっていうところで、マッチングアプリだと定型文があったりするわけですよ。はい、これ定型文を送る人はアホ。でも定型文良くないですか？結構バリエーションもあるし、なんか無難な感じだし、印象は悪くなさそうな感じ。まあそりゃね、印象が悪い定型文を用意してるアプリじゃないでしょまあ例えばどんなの？はじめまして、何々と言います。はい、共通点がいっぱいですね。まずはメッセージから仲良くなれたら嬉しいです。はい、クソなんでいや、共通点ってなんやねんと。まず定型文みたいなのを僕が批判する例っていうのは、定型文ってわかんすよ。アプリとかだと不人気な、全然誰ともメールしてないような、あの人気のなさそうな人に行きますかって言って行かないでしょ。素敵な人に行きたいわけじゃないですか。で、その人とうまくマッチングができたとしましょうよ。はい、じゃあ、あなたがいいって思ってるってことは、他の人もいいって思ってる確率はすごい高いわけですよ。ってことは、ある程度人気の人に皆さんはメールを送るっていうことになるわけですね、基本的には。はい、じゃあ、僕は知ってます？僕はね、アプリでめちゃくちゃモテたことがあるんですよね。いろんな人からメッセージが来まくるんですよね。そしたら、どれが定型文か、いくらパターン、バリエーションがあったとしても、あ、これ定型文だなっていうのは一発でわかる。定型文で送ってくるような楽してる人っていうのは絶対選ばない。でも、使いメッセージもなんて送ろうかわかんないっていう人にとっては結構救いの手じゃないですか。なるほど。じゃあ、最初のメッセージでなんて送ればいいかわからないぐらいのコミュニケーション能力の人と話したくない。バッサリ切られました。いや、そうでしょ。こっちはね、話題を提供するためにプロフィールにいろいろ書いたりしてるわけですよ。にもかかわらず、全然情報収集もせずに、なんて送ったらいいかわかんない、とりあえず適当にテンプレート送ろうって思ってるような人と会って楽しいわけがない反省しましたでもやっぱり楽だから送りたくなりますよね。いろんな人に考えずにピッピッって送れちゃうから。そう、そうすると人気者の心は絶対につかめない。あんまりいろんな人とメッセージしてなくて、その定型文すらも定型文って気づかない人たちとはメールがね続くと思うんですよ。ただやっぱりそれが定型文って分かっちゃうクラスになってくると、やっぱね、面白くなくない。じゃあどうしたらいいんですか？そう、これは相手の情報をできるだけ収集してください。プロフィールちゃんと見ましょう。写真も全部見てください。で、相手が他にね、どれぐらいの人にいいねもらってるのかっていう数も見てくださいね。あの、ライバルがどれぐらいいるかっていう目安になるでしょ。相手の何かしらの個別の情報に触れながらメッセージを送ればいいじゃないですか。相手の情報をちゃんとリサーチして、相手の好きそうなものの話題に触れながら、まずは1通目のメールを送るっていうのをすると、相手も返信しやすい。だって好きなことに触れてくれてるから。はい、で、他の人はね、定型文で送ってくる人が多いから、定型文やっぱね、うざったいんですよ。ただし、楽をしようとして定型文を使ってる人たちには逆に感謝しましょうね。そういう人たちが美男美女たちをげんなりさせてるっていう現実があるからこそ、皆さんがちょっと工夫したメールを送るだけで見栄えするんですよね。さらに上を目指そうっていうんだったら、必ずオリジナル文章っていうのを作るようにしないといけないですよ。はい、ということでね、あの、まあ、アプリだったりとか友達の紹介っていうところでね、使っていただけるテクニックだったかなというふうに思いますので、なんか文句あったらコメントに書いてください。まだね、現時点ではコメントほとんど全部返信できてるんで、まあね、よかったらいろんな意見書いてもらいたいなというふうに思います、はい、のでチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。また明日。また明日。